Yes.
Yeah.
ありがとうございました。佐賀では2連勝することができませんでしたが、神戸では2連勝することができ良かったです。本当に久々のホームゲームでは、とてもすごくいい会場設定をしていただいて、私たちプレーする選手も楽しくプレーすることができました。ありがとうございました。まだ試合は続くので、これからもチーム一丸となって全力を尽くして頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、上真奈です。ホームゲーム2日間本当にありがとうございました。2連勝できたのも皆様の応援のおかげと、そしていろいろな準備をしてくださったおかげです。今シーズン残り少なくなりましたが、チーム一丸となって頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。